はい、見えてますでしょうか。これで、説明を始めたいと思います。とか、ここから録画を始めていただいたらいいので、ちょっともう一回、言いますけれども、後半は、Xscript を用いたジョブヘッドレス処理ということで、一つのプログラムをたくさん同時に実行するという処理を、まあ、効率的にやるためのツールを、紹介させていただきたいと思います。で、私はですね、京都橘大学の平石というんですけれども、まあ、前職が京都大学でして、まあ、そこで作ったツールということになります。で、もちろん京都大学のスパコンでも使えるようになっていただいて、使えるようになってるんですけれども、まあ、最近東京大学の方では正式に導入していただいて、普通に、モジュールコマンドというやつだけ叩けば使えるという状態にしていただいています。まあ、ということで、紹介に入りたいと思います。で、まず、本編に入る前に、講習自体の進め方ですけれども、まず一通り、1時間ぐらいになると思いますけれども、まあ、最初にダーッと解説をさせていただいて、で、その後、実習に入るという形にさせていただきます。まあ、前半の話と合わせてですね、実習をやっていただければと思います。で、基本的にこのスライド通り、あるいはちょっと、別途チュートリアル、ちょっとこの順番でコマンドを叩いてくださいという、まあ、そういった資料を、用意させていただいていますので、まあ、その通り叩いていただいたら大丈夫ですし、で、まあ、時間内は、ズームに待機していますので、質問いただければ結構ですし、で、終わった後も、スラックで、いくらでも質問いただければと思います。という感じで、進めさせていただきたいと思います。はい。で、またですね、この今週回の資料は、まあ、これはもうダウンロードしていただいていると思いますけれども、まあ、ここに、PDF、今映しているスライドが、置いてあるはずです。で、はい。で、あと、またですね、サンプルコードなんですけれども、この講習で使うサンプルコードは、ここに移している。ちょっと、ここに移している、URL に置いていますので、まあ、コマンドラインから、ダブルゲットコマンドで取得していただいて、アンジップしていただくのがいいと思います。はい。はい。では、本題に入りまして、最初にエクスクライプトとは、じゃあ何ぞやっていう話から入って、で、こういうスクリプトを書けば動きますという話をさせていただいて、で、その後実際にですね、たくさんの、一つのプログラムをたくさん投げるにはどうすればいいかという話まで、入っていきたいと思います。で、最後ちょっと時間がありましたら、もう少しコードのこともできますよという紹介もできればと思います。はい。で、まず、エクスクライプトとはですが、まあ、ちょっと、これまで何回か喋ったんですけども、スパコン上で、ジョブをたくさん実行するっていう処理を、記述するための、スクリプト言語になります。で、この後、ソースコード例が出てくるんですけれども、基本的に、パールベース、まあ、ちょっと今頃今時パールなのかと思われるかもしれないんですけども、パールベースになっています。が、基本的にはですね、別にパールのスクリプトを書いていただくという感じではなくて、テンプレートを用意しているので、まあ、そこにいくつか、例えば、実行したいコマンドはこれですとか、コアはいくつ使いたいですとか、まあ、そういうパラメータを書いてもらって、まあ、実行するという、まあ、そういう流れになりますので、まあ、別にパール知らないか、知らなくても別に書けるという設計にはなっています。で、たくさんジョブを投げるために有用なツールなんですけれども、まあ、それ以外にもですね、例えばその東京大学のスパコンと京都大学のスパコンでは、スクリプトの書き方が全く違ったりしますし、まあ、おそらく東京大学の中でも、いくつかスパコンあるんですけども、東大のスパコンの中でも、ジョブを書くための、前半でジョブスクリプトを書かないと、バッチ実行ができないという話があったと思うんですけども、あれの書き方ですね、あれの書き方が全く違ったりするんですけども、まあ、その違いをある程度吸収してくれるという特徴もあります。で、あとですね、投入したジョブの管理っていう、まあ、この部分の話なんですが、まあ、たくさんジョブを投げる、例えば100個ぐらいジョブを投げたときに、なんか1個だけやり直したいとかですね、
まあ、あるいはその1個だけマシンの故障でこけたとかですね、そういったことが結構たくさん情報を投げてると起こりがちなんですけれども、まあ、そういったやつの、まあ、一部だけ投げ直すとかですね、一部ちょっと失敗したので別のパラメータでやり直すとかですね、そういったことも割とやりやすくなっています。はい。で、あと、まあ、一番下の話は今日はそこまであんまりいかないんですけれども、もうちょっと例えば、たくさんジョブを投げるんだけど、このジョブはこのジョブが終わってからじゃないと実行できないとかですね、まあ、あるいはこの N 個のジョブを実行終わってからこの M 個のジョブを実行したいとかですね、そんな感じの処理も、まあ、スクリプトとして、簡単に記述することができるようになっていますという、まあ、そういった特徴を持っています。で、まあ、なので、まあ、主な利用シーンとしては、まあ、まずはその一つのプログラムをたくさん実行したいというシーンがもしありましたら、まずこれのツールをお試しいただきたいと思います。例えば科学技術計算なんかをやっている人でしたら、まあ、あるシミュレーション実行を初期値を変えてたくさん実行したいとかですね。あと私だったら論文書くためにある一つのプログラムを書いたときに、それを1コア、2コア並列、4コア並列、8コア並列、あるいは1プロセス並列、2プロセス並列みたいな感じで、で、まあ、それぞれ論文書くためですから、なんか複数回実行してそのメディアンを取るとかっていう、まあ、そういった評価をよくやるんですけども、まあ、それをやるためにはもう何十何百と、プログラムを実行しなきゃいけないわけで、まあ、そういったことを効率的にやりたいっていうですね、そういった利用シーンにもし合致するようでしたら、1回お試しいただければと思います。で、普通にジョブを手動で投げているとなかなかできないんですけれども、まあ、例えば東京大学のスパコンで、まあ、100ノードぐらいは使う権利を持っていると。で、なんだけれども、まあ、100は多いか、まあ、例えば10ノードぐらいは使う権利を持っているところ、まあ、20個ぐらい、そういったやりたいプログラムがあったときに、まあ、その10個は有効活用して、どんどんジョブを突っ込んでいくと。で、まあ、ジョブの実行が終わって、空きノードができたら、また次のジョブを突っ込んで、どんどんやっていくと。まあ、そういった使い方ができます。で、まあ、先ほど言いましたように、もし依存関係があるようだったら、その順序に従って実行ということも、まあ、ちょっとここはある程度スクリプトを書いてもらう必要があるんですけれども、まあ、そういったこともできるようになっていますということです。あとはちょっと先ほど重なるところもあるんですけれども、いろんなスパコンごとに、スクリプトを書き分けるのがめんどくさいので、ちょっと、一つのスクリプトで何とかしたいとかっていうときとか、一部の実行が失敗したときですね、まあ、手軽に把握、あるいは再実行がしたいであるとか、まあ、あとちょっと3つ目はちょっとサブな話になるんですけども、普通、まともになんかたくさんジョブを実行してると、出力ファイルが1つのディレクトリに散らばって大変みたいなことに、まあ、なりがちな、まあ、あるいはフォートランとかだとですね、昔ながらのフォートランのプログラムとかだと、実行ごとに出力ファイル名を変えるのすら大変とかっていうことがあるみたいなので、まあ、そういったときは、実行ごとにディレクトリを作って、まあ、その中に出力ファイルが入ってくれると、まあ、楽とかっていう話があったりするんですが、まあ、そういったことも、手軽にできる、オプション1個でできる機能を持っているというものになります。はい。まあ、そんなわけで、まあ、前半の、河合先生のお話では、一つのプログラムを頑張って、MPI とか、OpenMP とかで並列化するという、まあ、この図でいうと、このブロック1個ですね。一つのプログラムを、まあ、頑張って並列化するっていう話をやったんですけれども、まあ、そうじゃなくて、まあ、そんな、頑張らなくても、プログラムをたくさん同時に実行したら、スパコの性能が活かせるじゃないかみたいな、まあ、そういう考え方も、まあ、一方でできるわけですね。まあ、もちろんそれだけでは最大性能を出せないわけですけども、まあ、それで済むシーンっていうのも結構あるので、まあ、そういったところにはエクスクライプトを使っていただくと。で、まあ、よりスパコンらしく、性能を出すために、プログラムの1個1個を OpenMP とか MPI で、並列化していただいて、まあ、両方の並列化を組み合わせることで、スパコンの性能を最大限に発揮していただくということをやっていただけると、まあ、有効活用ということになるのではないかと思います。はい。で、まあ、そういったことをやろうとすると、スパコン、まあ、例えば、一つのプログラムをたくさん実行したいというときは、
前半のマニュアルに従うとですね、まあ、こういった、スクリプトを書くわけですけれども、たくさん実行したいと思うと、まあ、こういうのを何種類も何枚も作って、何回も、ジョブ実行しなければならないということになりますし、あるいはその他のスパコンでプログラムを実行したいと思うと、これとなんかちょっと違う書き方ですね、ちょっと違う書き方でプログラムを、スクリプトを置かなきゃいけないということになります。まあ、そういった問題を解消してくれるのが Xscript であるということです。はい、であと、最初にマニュアル系の話をしておきますが、これ現在は、東大のスパコンにはもうインストールされていますので、必ずしもやっていただく必要はないんですけれども、まあ、一応最新版というのもありますので、これは、私が GitHub で公開しているものがありますので、なんか最新版を使いたいであるとか、あるいは別のスパコンで使いたいとかっていう話ですね、になってきた場合は、ここから、GitHub でダウンロードすることができます。であと、まあ、論文系の話もちょろちょろっと置いていますので、まあもし詳細に興味のある方は、ここですね、ここの、まあ、ちょっと京都大学のサーバーを曲がりしてるんですが、ここのサーバーに、ここのページに参照していただければ、まあ、ちょっと細かい話は置いてあります。ただ、まあ、実際の使い方はですね、ヘルプオプションで結構な文章量を書いてますので、まあ、この後紹介する Xscript というコマンドとか、Xscript start というコマンドとか、まあ、Xscript del というコマンドを、提供しているんですけれども、まあ、それぞれのヘルプオプションです、ね、を使ってもらうと、まあ、ある程度の、話は分かるようにはなっています。はい。で、あと、PDF 形式のマニュアルも、実は、ここの Git で落としてもらった ZIP の中に置いてますので、まあ、もし、まあ、今日お話を持って、興味を持っていただいて、ある程度使っていただいて、もっと凝ったことがしたいとかいう話になってきた場合は、この PDF マニュアルを参照していただければと思います。はい。で、あと、どこで使えるんですかという話ですけれども、すでにインストールされているシステムとしては、まあ、東京大学の、まあ、今回の講習の対象になっている OBCX。あるいは、もっと新しいウィステリア、ARM の入ったシステムですね、ウィステリアだともうインストールされていますので、モジュールコマンドを叩くだけで使うことができます。あと、別の大学で北大の、スパコにも導入していただいているようです。ちょっと私、今ログインできないので知らないんですけど、導入していただいている話を聞いています。で、あと、京大、私、前職京大だったっていう話をしたんですが、京大は実はインストールされていませんで、ちょっと京大はあんまりオープンソース系のソフトウェアをそんなに積極的、あんまり言うとあれか、はい、はい、まあ、ちょっと京大は、なんでしょう、まあ、あんまり変なソフトを入れないというと語弊があるんですが、まあ、そういう運用方針を取っていますので、使いたい場合は自分でインストール、していただければ、いただくという感じになっています。はい、まあ、あと他のこれはクラスター系 のやつですけども、理研のとある、クラスターでも使えるようになっていますという感じです。はい、であと、まあ、じゃあこれ以外はどうかっていうことなんですが、この以外のシステムでも、インストールしていただいて、でちょっと設定ファイルを書いていただく必要があるんですけども、まあ、ちょこちょこっと設定ファイルを記述していただければ、ほぼ全てのスパコンで使うことはできるようになっているはずです。で、まあ、この辺の話はもし時間があるようでしたらどうすればいいかという話はこの講演の最後の方で話させていただきたいと思います。はい、では、ここからが、本当の本題ということになりまして、どういうスクリプトを書けばいいのかという話に、入っていきたいと思います。はい、まずこの今お見せしているスクリプトが、まあ、一番簡単なタイプの、要するにジョブをただ1個投げるというだけのスクリプトになります。で、まあ、ちょっと軽く上から説明していくんですけども、まあ、一番上の行はなんかとりあえずこれを書いてくださいみたいな話、まあ、C 言語でいうインクルードスタンダード IO.h みたいな、あれですね、みたいなやつになってまして、で、2行目で、まあ、これは変数、ね、フロックスという変数を28で定義をしています、ね。
で、これはまあちょっと後で28コアでやりたいっていう、あ、28プロセスでやりたいっていうので、後で使うんですが、まあこうなっています。で、あと、で、ここがまあ本体で、どういったジョブを投げたいかっていうのを定義している部分なんですけれども、まず1行目で、まあ、何か名前をつけてくださいと、あのジョブの名前をつけてくださいということになっていまして、まあ、別にこれは好きな名前を書いていいんですが、まあ、何か名前をつけると、ということになっています。で、次のエグゼゼロというやつですね。エグゼゼロというやつで本当に実行するやつですね。あの本当に実行するコマンドラインを書いていきます。で、ここの例ではですね、IMB という、まあ、今回の実習で扱うプログラムは IMB という、まあ、インテルが提供している通信性能を測るベンチマークプログラムなんですが、まあ、それを実行するんですけども、まあ、それを実行しますと。で、これを MPI エグゼックで実行しますということですね。で、MPI のプロセス数はプロックスですと。で、プロックスは、まあ、上で定義した28が入ります。で、あと NPMin として IMB に与えるコマンドラインオプションとして、まあ、これも28を与えたいので、NPMin、ダラープロックス。で、プロックスは28だということになっています。まあ、こういうコマンドを実行したいということですね。で、ここから下は、ジョブスクリプトに定義する、オプションになってまして、まあ、このジョブを使うためには、28プロセス、使いたいですということをパッチスケジューラーに言う。で、プロセスあたり、1コア使います。で、ジョブの最大時間は、ジョブ実行の最大時間は5分ですと。これなるべく短くしてくださいっていう話を前半あったと思いますけども、まあ、5分ということで、設定しています。で、あと、ジョブスクリプトには、旧名とかグループ名を書く必要があるので、まあ、これも、書いてください。まあ、ここに書くということですね。で、本講習会ではチュートリアル。まあ、さっき、チュートリアルと GT00 を指定してくださいっていう話があったと思いますが、まあ、ここに、まあ、皆さんの場合はチュートリアル、GT00 と書いていただくという感じになります。で、あと、まあ、こういう感じで定義したので、定義したものを実行してくださいというのがこの1行です。はい。で、ちょっといろいろその、独自キーワードが多くて大変かもしれないんですけれども、まあ、これ自体ですね。これ自体、あるいは、この後で出てくる、たくさんジョブを投げるためのスクリプトを、まあ、とりあえずコピペしていただいてですね。まあ、そこで、この辺を、自分のプログラム、自分で実行したいプログラムに書き換えていただくことで、まあ、あまり大きな労力をかけずに、使っていただくことができるのではないかと思います。はい。ちょっと今、試しに実行してみるんですが、今お見せしているように、IMB というですね、IMBMPYAN という実行ファイルがあるんですが、これを Xscript で実行しています。今お見せしたということですね、は、あ、これ、ZIP でお配りしているものと同じものですが、まあ、こんな感じで、今、スライドでお見せした、スクリプトと同じものが書いてあります。で、これを実行するためには、Xscript というコマンドで INBS ですね。これファイル、今キャットしたファイル名ですね、をここに指定して、実行してあります。と、こんな感じで、キューされましたよというメッセージが出て、まあ、しばらく待つんですが、まあ、ちょっとこのジョブだけは待ちましょうか。まあ、確か経験上、動きましたね。あ、これは動き始めたという意味ですね。確か1分はかからなかったはずなんですが、まあ、ちょっと次の話に行きましょうか。待ってる間にちょっと、続きの話に行きたいと思います。で、これ今実行中なんですけれども、終わると、まあ、あるいは実行時にできるファイルもあるんですけれども、こういった3つのファイルができます。で、それぞれ、ジョブスクリプト、まあ、今、ジョブ IMBS という名前を付けたジョブを投げたので、ジョブ IMBS OBCX.bat という、これジョブスクリプトなんですけども、こういうファイルができて、で、まあ、そのジョブの実行結果ですね、ジョブの実行結果が、まあ、それぞれ標準出力、標準エラー出力の、内容として出力されます。で、今、終わりましたので、こんな感じで、ダウンとフィニッシュという、まあ、この2行が追加されて出力されます。
どういうあのファイルが出たかということで、見てやると、この3つのファイルですね、あのこの3つのファイルが新しく生成されています。で、まずこれを見ると、まあ、こんな感じですね。前半の、前半であの紹介のあった JavaScript はこう書きなさいというあの話があったんですが、まあ、それを自動生成してあの実行してくれているというのが Xscript のやっていることです。でなので、例えばあの制限時間は5分ですよとか、チュートリアルを使います。で、グループは GT00 ですとか、あと、28プロセス起動します。で、プロセスあたりのコア数は1ですとか。で、必要ノード数、これ物理ノード数なんですけども、必要物理ノード数は1ですとかっていうオプションを、まあ、勝手に生成してくれて、実行してくれているという感じになります。で、実行したのは、まあ、あのさっきスクリプト中に書いた npiexec-hydra-n28 の、まあ、nv というのはね、まあ、こういうあのここに現れています。で、まあ、これを、まあ、qsub してくれていると、あ、pgsub ですね。これを pgsub してくれているというあの感じになります。で、実行結果がここに入っていまして、あ、まず標準エラー出力はこのプログラム何も吐かないので、まあ、空っぽのファイルが生成されます。で、標準出力です。標準出力はこんな感じで、あのまあ、無事に終わったという感じで、出力されます。で、このプログラム自体は、まあ、別に、この講習自体とは特に関係ないんですが、あの今、1ノード内で、28プロセスを立ち上げて、プロセス間の通信性能を測りましたという感じで、例えばセンドレシーブっていうベンチマークだと、あの2つのプロセス、まあ、28プロセスですけど、その28のうち、あ、違うか、ピンポンだよ、あの28プロセスのうち2プロセスで、通信性能を測りました。で、まあ、大体3478メガバイトパーセック出てますみたいな、まあ、そういう数字が、まあ、できましたみたいな感じですね。あ、ちなみにこれはあの1プロセス内、1物理ノード内28プロセスを立ち上げたので、あのノード間の通信性能を測っているというよりは、あのメモリで通信性能を測って、メモリ間で通信をしているだけなので、まあ、本当のネットワークの通信性能よりは大きな数字が出ているはずです。はい、まあ、ちょっとあの横道にそれましたが、まあ、無事あの実行できましたということになります。はい、で、あのパラメータは何ですかっていうことですね。まあ、ちょっと今あのスクリプト中でも説明したんですけれども、あのこういったパラメータを指定することでジョブの定義を行うことができます。で、あの今 ID ってありましたけども、まあ、これは何か名前をつけてくださいというやつですね。で、今 exe0 というのがありましたが、あの exe0、exe1、exe2 って実は書くことができまして、あのちょっと昔のベーシックを思い出すかもしれませんが、あの、まあ、あの数字の順番に、コマンドを実行していくという意味になります。で、まあ、ちょっと別途、別パラメータとしてコマンドラインパラメータを書きたいときは、なんか0番目のエグゼの、M 番目のアーギュメントという感じで別途定義することもできます。はい。あの別にこれ、アーギュは使わなきゃいけないっていうわけじゃなくて、あのここみたいですね。まあ、ここは別にエグゼの中にコマンドラインアーギュメントも書いちゃったので、まあ、こんな感じで別に書いてもいいんですけれども、まあ、これを別パラメータとして定義したい場合は、アーグというパラメータ名を使って定義することもできますという感じになっています。で、あと、ここから下が、ジョブを投げるときに指定するパラメータで、先ほど、もう説明しましたように、起動するプロセスであるとか、プロセスあたり必要になるコア数であるとか、あと、コアあたり必要になるスレッド数ですね。コアあたり必要になるスレッド数を書くことができます。で、あとシステムによっては、あのプロセスあたりのメモリっていうのを指定するシステムは、指定できるシステムもあるんですが、京大はそうなんですけども、まあ、東大はその仕組みそのものを持っていませんので、まあ、こういうオプションあるんですけども、これはちょっと使用不可ということになっています。で、あと、まあ、別途、ジョブが確保する物理ノード数を直接指定したい場合っていう場合は、
JSPH ノードっていうオプションを使って指定できるようにもなっています。がちょっとこれはあの後で説明するように、あの別にこれ基本的には自動計算してくれますので、まあ、基本的には使う必要はないです。はい。であとあの9名とグループ名ですね、 GT00 と、まあ、今回だったらチュートリアルっていうのを指定するというのと、あとあのジョブが終わった後とか、あと投入直前に、まあ、中でスクリプトとしての処理をしてほしい場合っていうのがあるんですけれども、まあ、そういったことをやりたい場合はあのビフォーとかアフターとかっていうパラメーターによって指定することができます。まあ、ちょっとあの今日はあまりこれに関しては深くやらないんですけども、あのそういうこともできるということは一応ご紹介だけはさせていただきます。はい。でちょっとここで注意なんですけれども、今プロセス数とかコア数とかっていう話をしたんですけれども、ここで、各プロセス数、まあ、JS ノードで各プロセス数というのは、まあ、ジョブ全体で指定する、ジョブ全体で使用するプロセス数ですが、ここで各 JSCPU というのはプロセスあたりのコア数になります。あのシステムジョブスクリプトによっては、ジョブ全体のコア数を書いてくれっていうシステムもあるんですが、まあ、エクスクライプトの流儀はそうではなくて、どのスパコンを利用されるときでも、JS ノードといえばジョブ全体のプロセス数であって、 JSCPU といえば、プロセスあたりのコア数であるとあのいうことです。あそこはあのご注意、していただければと思います。まあ、各数字が、はい。でまあ、逆に言うとですね、あのこのスパコンでは CPU って言ったら全 CPU 層を書いてくださいとか、このスパコンではプロセスあたりの CPU 層を書いてくださいとかっていうシステムが、まあ、結構それも結構スパコンによって流儀が違うんですけども、まあ、Xscribe と使っていただく場合は、まあ、とにかくこの流儀に合わせて書いていただければ、それに合わせて、ジョブスクリプトを生成してくれるという感じになりますので、まあ、そういった観点であの違いを吸収してくれるという あのありがたみもあるという、まあ、そういうご理解をしていただければと思います。はい。で、まあ、先ほどお見せしたように、あの、あそこに書いた JS ノードとか JSCPU とかに基づいて、このさっきのジョブスクリプトのオプションを自動生成してくれて、で、それで、スクリプトが実行されると。あの、バッジを投入してくれるという仕組みになっています。はい。で、まあ、ではですね、今28プロセスでやりましたので、じゃあ56プロセスでやってみようかと思うわけですね。で、ちょっと今、あの実例でお見せしますが、NB。で、例えばこれ 56プロセスで実行したいと思ったら、ここを56に書き換えて、あ、すいません、後ろせちゃいます。はい、あの、56プロセスで実行します。で、スクリプト、同じスクリプトをですね、実行します。はい。なんですが、なんか実行されたように見えないわけですね。で、これ、実際実行されていません。というか、あの、実行スキップして終わってしまっています。で、あの、これなぜかという話なんですけれども、あの、Xscript はですね、あの、さっき書いてくださいと言っていたジョブの名前によって、同じジョブかどうかというのを管理をしていて、で、その実行履歴も覚えていまして、で、今、28プロセスで、ジョブ INBS というジョブは実行して、実行が完了しました。で、なので、ここだけ56にしてですね、ジョブ INBS を実行しようとしても、いや、もうこのジョブ、この名前のジョブは終わっていますから、ということを判断して、もう実行してくれないわけですね。まあ、スキップをしてしまうわけです。はい。あの、まあ、はい。このジョブの名前は、このジョブはもう完了しているので、実行スキップして終わってしまったということが今起こったことです。で、なのでですね、いや、56プロセスで、別の実行がしたいんだというときは、あの別の名前、2つ方法がありまして、まずキャンセルするという方法があります。実行したことを忘れるということですね。あの実行したことを忘れるためには、xscript.del というコマンドがありまして、これでキャンセルというオプションをつけて、ジョブ名ですね。ジョブ INVS というジョブ名を書いて、
実行したことを忘れる。で、もう一回実行すると、まあ、今度は、実行されます。で、まあ、ちょっと今、実行中で、またこれ時間かかっちゃいますので、一旦裏に持っていきます。はい。で、今、ジョブの名前を指定して、ジョブのキャンセルをして再実行したんですけども、まあ、とにかく全部忘れたいということも、まあ、もちろんあると思いますので、まあ、そういうときは Excribe と del で -clean というオプションを指定していただけると、すべて、実行履歴を忘れるということになります。はい。で、まあ、忘れた後再実行すると実行されますよということが、ここに書いてあります。はい。で、このジョブの実行履歴に関してなんですけれども、この覚えてる場所ですね、覚えてる場所は実はここの Excribe を実行すると、この ingwatch というディレクトリが、漏れなくできまして、ここに実行履歴をすべて覚えています。ので、いや、もうやったことすべて忘れたいっていう場合ですね、このジョブが終わって、再実行するときにスキップされるとかっていうのが鬱陶しくなってきたっていうときは、このディレクトリを消していただければ、すべて忘れるということになります。はい。で、そうですね。で、あとそのExcribe to delコマンドですね。Excribe to delコマンドはさっき終わったジョブに対して、もう一回忘れて、もう一回やり直すと。いうことをやるために使ったんですけれども、これもし仮に実行中であってもですね、実行中であってもキャンセルコマンドは使うことができて、まあ、その場合は、今スパコンにやってくださいと、指示したジョブをキャンセルして、やっぱり、スパコン側ですね、スパコンのシステム側に、やっぱりこのジョブキャンセルしますという指示を出して、でなおかつエクスクライプトとしても履歴を忘れるという状態に持っていってくれます。のでもうとにかく忘れたい場合は実行中であろうが実行後であろうが、ね、Excribe とキャンセルというコマンドを使っていただければ問題ないということになります。で、先ほど紹介した Excribe del clean ってやつですね。clean はすべて忘れるコマンドですが、まあ、それはさっきの ingwatch というこの履歴が入っているディレクトリを、まあ、どっか別の場所に持っていくということになります。で、実行中のジョブもキャンセルしてくれます。はい。で、今、別のジョブを実行するために、まあ、1回実行したジョブをキャンセルして、やり直すという手段を取ったわけですけれども、もちろん、別の名前をつけるという手段によっても解決することは可能です。で、今、とやっているうちにですね、今56プロセスで投げたジョブが終わりました。こちら、結果を見てやりますと、ジョブ INBS と、まあ、この3つのファイルですね、今、最初に作った名前のこのファイルが実は上書きされてまして、今度、もう1回確認してやると、最初、28だったのが56になっているというのが確認できると思います。56プロセスで、実行されているということになります。はい。で、今、お話し仕掛けてた話ですけれども、キャンセルする以外でももちろん、別の名前をつければ、別のジョブとして認識されますので、まあ、それで実行するということも可能です。で、つまり、ここですね。ここの名前を、例えば、じゃあ今度は、まあ、今度30ぐらいでやってみましょう。30プロセスでやりたいですと。ちょっと中途半端ですが。ときに、これをちゃんと実行されるようにするためには別の名前をつけて、実行しますと、別の名前がついてちゃんと実行されるという仕組みになっています。はい。で、ちょっとこの仕組みはですね、最初聞くと鬱陶しいと思われると思うんですけれども、この後、再実行とか、たくさんジョブを投げたうちの一部だけ再実行とか、ということをやりたいときに結構便利な仕組みになってきますので、まあ、あえてこういう仕組みになっているということです。
まあ、ただそうは言っても鬱陶しいという方は、結構おられまして、そういうケースに対応するために、Xscript 自身に GenID というオプションがついていまして、まあ、このオプションを、まあ、こんな感じでつけてやると、まあ、とにかく別の名前がついて、まあ、とにかく実行しろといったものは実行するという処理に、切り替えることもできます。まあ、この仕組みが鬱陶しいという方は、このオプションをつけてください。はい。で、あとですね、スクリプトの中に JSQ とか JS グループとか、あるいは JS リミットタイムとかで、Q の名前とかグループ名とか、制限時間とか書いたんですけれども、この3つのパラメーターっていうのは、まあ、基本的にどのプログラムを、まあ、各個々人のユーザーが実行するときには、共通の、どのプログラムを実行するにあたっても共通のものになります。まあ、なので、まあ、いちいちスクリプトに書くのが面倒くさいというケースがあるので、まあ、ちょっとデフォルトを設定したいというケースがあるわけですね。で、まあ、そういうのは実は設定できるようになっていまして、ホームディレクトリ直下の、det.xscriptrc というファイルです。まあ、これを作っておいて、で、まあ、そこに JS リミットタイムは5分だよ、JSQ はこれだよ、JS グループはこれだよということを書いておくと、スクリプトからは省略することができます。で、まあ、どういうことかと言いますと、実は私は作ってたのであるんですが、皆さんやる場合は、中東インストラクションに従って書いていただければいいんですが、ここですね。ホームディレクトリ直下の xscriptrc というファイルに、この記述、今ちょっと、あえてコメントアウトしていたんですが、これを書いてあるんですね。JSQ はチュートリアル、JS グループは GT100 であるということを書いてありまして、で、書いてあるとですね、これを消してやっても、これを消してやっても、ということになります。で、まあ、実際やってみると、一回忘れて、実行してやると、まあ、これでも、スクリプトの中には、Q 名とかグループ名とか書いてないのに、まあ、ホームディレクトリの設定ファイルに書いておくことで、ちゃんとこの Q にジョブが投げられるということができます。まあ、ちょっと細かい話は、後ほどチュートリアルのインストラクションに従ってお試しいただければと思います。はい。で、ここからが、まあ、本領発揮というか、Xscript の本領発揮ということで、じゃあ、たくさんのジョブを一気に投げるにはどうすればいいかという、話をご紹介していきます。で、これがたくさんジョブを投げるための、先ほどの IMB の続きなんですが、ベンチマークをたくさんのプロセス数で実行するという例になっています。たくさんプロセス数っていうのは、2プロセス、4プロセス、8プロセス、16プロセス、32プロセスという、ことです。で、赤い文字ですね。赤い文字が、最初の IMBS との違いで、で、黄色でハイライトしているところが特に注意していただきたい部分という形になっています。で、書き方の考え方ですけれども、まあ、とにかく、やりたいことは2プロセス4、8、4プロセス8、16、32ということなので、で、その集合ですね、実行したいパラメーターの集合をここに並べてやるということをまずやっていただくと。で、あと、ジョブの名前なんですけれども、ジョブの名前は、たくさんジョブを投げる以上、一個一個名前をつけていく必要がある、規則に従って一個一個つけていく必要がありますので、ジョブ、まあ、仮にいいですけれども、ジョブ INBP の P なんちゃらみたいな感じにしたいと。で、例えば P2、P4、P8、P16 みたいな感じにしたいと思うわけですけれども、まあ、そのために、まあ、こういう書き方をしてやって、で、ここにバリューゼロって書いてるんですけども、このバリューゼロのところに、2とか4とか8とかが埋め込まれると。
いう、そういう書き方になっています。で、あと実行コマンド本体もですね、実行コマンド本体も、まず MPI に指定するプロセスですね、MPI 実行の時に指定するプロセスも、24,86,32 で一個一個違いますので、一個一個違うのを埋め込みますよということで、ここにバリューゼロという感じに書いてあります。あ、このバリューゼロっていうのは、すみません、ちなみにこのレンジゼロって書いたので、バリューゼロという感じになるわけですね。この後レンジ1っていうのも出てきますが、レンジ1の値を参照したい場合は、バリュー1を書くという感じ。で、あと、IMB MPI1 ですね。書いて、で、NP min、IMB MPI1 のコマンドラインオプションとして与える値も、実行プロセスを書くということになっていますので、ここも同じように、バリューゼロという、書くという感じです。で、あと、ジョブを投げるとき、ジョブを投げるときに指定するプロセスも、これもジョブ一個一個違ってきますので、同じようにバリューゼロということを書くという感じ。まあ、そういう感じになっています。で、実際実行してやったときのイメージですけれども、まあ、同じように。今、スライドのやつを書いたものがこちらになりまして、これを実行すると、一気にですね、1,2,4,8,16,32の5個のジョブが、一気に投入されたという形になります。でまあ、ちょっとこれ、終了待ってるの大変なので、投入されたということだけ確認して、先に進みます。はい。で、まあ、変更の要点ですけれども、先ほどご紹介させていただいたように、まず、実行したいパラメータの集合、まあ、今で言うと2,4,8,16,32プロセスでやりたいんだと、まあ、そこを変えたいんだという、ジョブによってジョブによって何を変えたいかという要素の集合ですね、をレンジなんちゃら、レンジ0、レンジ1みたいなパラメータで定義をしてやります。で、そういうものを定義すると、まあ、もちろん、実行ごとにですね、実行ごとに、その2,4,8,16,32の値によって、実行パラメータの一部が変わってくるということになりますので、まあ、そういうパラメータは、まあ、ID だったら ID アットマーク、exe0 だったら exe0 アットマークみたいな感じで定義してあって、で、矢印の右辺を、まあ、なんか、今のちょっと変な書き方ですね。ジョブによって値が異なるようなですね。ジョブによって値が異なるようなやつに関しては ID アットマークって書いてあって、で、ここのサブ、まあちょっとこういう書き方に従ってもらって書いていただいて、で、この中で、バリューゼロというのを埋め込んであるということになります。まあこれが。で、今はまあパラメータの値を埋め込むだけと。2,4,8,16,32を埋め込むだけみたいな話だったんですけれども、あれ関数になっていますので、関数の中でもうちょっと、バリューゼロの値に、なんか2をかけて、その値を埋め込むとかっていうことももちろん書くことができます。まあ、ちょっと今回は、まあ、一番単純な例ということで、はい、今の例をご紹介しています。はい。で、あと、今、レンジ0だけの例だったんですけども、ここでレンジ1とかも足した場合ですね、まあ、その場合は、直積の要素に対応したジョブが生成実行されることになります。どういうことかと言いますと、まあ、次の例なんですけれども、はい、この赤い部分がさっきとの変更点になってまして、レンジ0に加えて、レンジ1というパラメータを追加しました。で、これは、IMB プログラムに与えるもう一つのオプションなんですけども、まあ、このベンチマークだけを実行してくださいという、まあ、そういうオプションですね。を、まあ、じゃあ、2プロセスやります。まあ、新しくパラメータを追加してやります。と、これはどういう意味になるかといいますと、2プロセスでこの4つを実行してください。で、4プロセスでこの実行、4つを実行してください。まあ、点点点、32プロセスでこの4つを実行してください。という感じの、5×4 ですね。5×4 のジョブを実行してください。20個のジョブを実行してくださいという意味になります。で、まあ、それに合わせて、ジョブ名の方ですね、ジョブの名前の方も、バリュー1、レンジ1に対応してバリュー1という、まあ、追加の名前を書いてやってですね、であと、
MPI exec でプログラムを実行するたときのコマンドラインオプションにも、ここの文字列、send receive、reduce、bcast、all to all という文字列をここに埋め込んでくださいという意味になります。まあ、つまり npmin に send receive、npimin に reduce みたいなですね。まあ、そんな感じでプログラムを実行していってくださいというあのことが、これでできるようになります。で、まあ、実際ですけれども、それを書いたものが、書いたものがこちらになりますっていう感じになりまして、で、これを実行してやると、たくさんガーッと実行されます。これ今投げている途中ですかね。まだキューされていない。はい、あ、走り始めました。あ、ここか。ちょっと。こんな感じで一気に20個のジョブが投入されます。はい、あの一気にランニングになりましたね。まあ、あのこんな感じで、あの4の Bcast、まあ、ちょっと順番は順不同、まあ、あのなんかたまたま早く行った順番とかになってますので、あれですが、まあ、こんな感じでたくさんのジョブが実行されて終わってみたいな感じになります。で、なんですけれども、これ調子に乗ってるとですね、調子に乗ってると、あの何百ものジョブを簡単にもう直接になっちゃいますから、あの何百何あるいはもう何千ものジョブを一気に投入することができてしまいまして、で、まあ、それはそれでいいことなんですが、あのこれをやるとあの環境によってはエラーになってしまいます。で、特にあの今回お使いいただいているチュートリアルの Q はどうなってるかわからないんですけども、まあ、少なくとも100とか投げるとエラーになるはずです。で、システムに、スパコンによってはですね、まあ、そこを結構小さめの数字に制限している、要するに、終わっていないようにジョブをどんどん投げてくれるなという、あのそういうことを言っているスパコンは結構ありますし、まあ、仮にエラーにならないとしても、なんか一気に数百数千ものジョブを一気に実行してくださいって言うっていうのは、まあ、結構システムに負荷をかけてしまいますので、まあ、あまりあのお行儀が良くないということですね。まあ、ちょっとそれぐらいどうにかせよというあの意見はもちろんあったりするんですけども、まあ、あの一般に今、世の中にあるスパコンはそういう感じになっています。で、なので、ちょっと先ほど、あのちょっと一瞬お見せしてしまったんですけれども、そこでですね、一気に実行するジョブの数はあの制限するという機能が Xscribe にはついています。で、まあ、これは一気に実行するジョブの数を3に制限する場合の書き方ですけれども、あのこの2行ですね、あの先頭1行をこう書き換えて、でさらにこの1行を追加してやるということで、ジョブ数を一気に実行するジョブの数を3つまでに制限することができます。でそれをちょっとやってみます。でちょっと1回キャンセルしましてですね、あのクリーンはクリーンですね、あのクリーンしてやりまして、1回履歴をすべて忘れます。で、スクリプトを編集するんですが、スクリプトを編集しまして、皆さんにお配りしているやつは最初こうなっているんですが、ちょっとすみません、あの試している変更後のやつをここに書いてしまいました。で、あのこう変更していただいて、ここのリミットイニシャライズ3という1行を足して、はい、でこの2行を足して実行してやると、あ、クリーンしたので、まあ、クリーンなんですが、こうすると、一気に実行される数が抑制されて、まあ、3つしかランニングにならないわけですね。あの今、20個のジョブを実行しようとしているんですけども、同時に3つしか実行されないと。あのいう状況を作り出すことができます。で、終わると、今3つ終わってフィニッシュになると、次の3つが実行されるという感じで、でこれで結構お行儀よくたくさんのジョブを実行するということが可能になります。で、今、実験用に3にしてるんですけども、まあ、おそらく20ぐらい、
まではやっても、まあ、大丈夫じゃないかと思いますので、まあ、皆さん、もしこんな感じで100とか1000とかのジョブを実行される場合は、この機能を使ってですね、同時実行層20ぐらいに抑えて実行していただくという感じのことをやっていただければいいかなと思います。もちろんその、一個一個のジョブが何個のコアを使うかとかにも、何個のノードを使うかとかによりますので、まあ、あれなんですけども、まあ、そうですね、別の考え方だとその、自分がも使いたい総資源量の倍ぐらいですかね、に収まるように、この、同時実行数を抑えていただくということをやっていただけると、まあ、いいんじゃないかと思います。はい。で、まあ、これは実行しましたという例ですね。後ほどチュートリアルのテキストを参照にしながらお試しください。はい。で、あと、例、この講習会の例としては最後の例なんですけれども、まあ、こんな感じで20個のジョブを実行すると、まあ、最初に言いましたように、出力ファイルが同じディレクトリにできまくって大変みたいなことが想定されます。で、なので、一個一個のジョブに対してディレクトリを作ってもらって、で、その中で実行するという機能ですね、そういうのを自動的にやってくれるという機能が Xscript に備わっていまして、で、それをやるためのスクリプトの変更が今映しているやつになります。で、まあ、具体的には、今同時実行数を制限するためにリミットって足したんですけども、ここにサンドボックスっていうのを足してあります。はい。で、そうすると、ジョブ名に対応したディレクトリを勝手に作ってくれて、その中で実行するんですけども、で、これはそこの今作ったディレクトリにチェンジディレクトリしてから実行することになりますので、実は実行ファイルですね、実行ファイルをドットドットスラッシュに書いてある必要があります。ディレクトリに1個潜って、プログラムを実行しちゃいますので、そこから見たプログラム名の場所ということで、親ディレクトリの INVMPI を実行してくださいという指示を出します。そうすると、実際にですね、ここにサンドボックスリミットコアって書きまして、これを実行する。あ、そっか。ちょっと今、そうです。すいません。修正後のやつをここに書いてしまっていますが、まあ、ドット、最初はドットスラッシュだったものをドットドットスラッシュ書き換えていただいて、そうすると、実行するんですが、まあ、これで、一個一個のジョブに対してディレクトリができます。これは最初なかったものです。一個一個のジョブに対して、ディレクトリができるという形になりまして、で、このディレクトリの中を覗いてやると、まあ、いろんなファイルができているという格好になります。で、結果もここに入っているという、まあ、そういう格好になるということです。はい。で、まあ、実際やるときはこうですよということですね。まあ、後ほどお試しください。はい。で、あと、スクリプトの紹介としては以上なんですけれども、あとは、Xscript を使うにあたってのいろんな、コマンドラインツールですね、を紹介しておきたいと思います。で、まず、状況確認用のコマンドとして、Xscript stat というのが用意されていまして、まあ、実際叩いてもらうのが早道なんですが、叩いていただくと、Xscript を実行したディレクトリで、stat を実行していただくと、今のジョブの状況ですね、が、Xscript のジョブ名で表示されるという感じになります。で、今、例えば、この名前のジョブはキューされていまして、スパコン上のジョブ ID はこれですみたいな感じですね。まあ、こんな感じで、表示がされます。で、まあ、これはいろいろ表示方法をカスタマイズすることができまして、キャットスタンダードアウトとか、スタンダードアウトにしてありますと、すべてのジョブの標準出力を一気に表示するとかいうことができますし、
で、そこからさらに LS のスタンダードアウトということをやっております。まあ、各ジョブの標準出力のファイル名がこれですということを言ってから、その中身を表示するという、まあ、そういうカスタマ、表示カスタマイズもできるようになっています。で、あと、まあ、こんな感じでスタンダードエラーを出すということもできますし、スタンダード、まあ、はい、ここを STD エラーに書いてあると、標準エラー出力を出すこともできますし、あと、バッチっていうふうに書いてあると、バッチ、ファイルですね、自動生成されたジョブスクリプトを出力するということもできます。はい、であと、まあちょっと有用かもしれない機能として、まあ、そういった出力を CSV 形式で、要するに Excel とかで見れる、CSV 形式で出すという機能もついていまして、最後に CSV というオプションをつけてやると、CSV 形式でファイルが出力されます。まあ、そうすると、まあ、プログラムによりますが、例えば短い出力のプログラムとかだったら、このジョブの結果はこうなりましたみたいなやつを、まあ、Excel とかで一覧表示するために使えるということができますという感じになっています。で、あと、まあ、こんな感じでですね、今はすべてのジョブに対して出力をやったんですけども、まあ、正規表現で、出力するジョブの情報を制限してありまして、例えば P16、という名前が含まれるジョブだけ出力してくださいということだったら、こんな感じで、パール風の、まあ、これは Python とかでも同じだと思いますが、パールあるいは Python 風の正規表現で P16 が含まれるジョブ名に関してのみ出力してくださいと言ったこともできます。はい、これが状況表示コマンドです。であと、ジョブを取り消すですね。ジョブを取り消すというコマンドをもありまして、ちょっと先ほどもいくつか出てきましたけれども、まあ、とにかくすべてやり直したい場合、実行したジョブをすべてやり直したい場合、実行中であろうが実行後であろうが、やり直したい場合は、エクスクライブとデルクリーンということをやってやればいいです。もうややこしくなってきたらこれを叩いてもらえれば大丈夫です。はい、で、まあ、一回キャンセルした後、例えばプログラムに修正を加えて、エクスクライブとのジョブの実行をやり直す。いうこともできます。で、あるいは、ジョブの実行を仕込んでおきます。はい。あるいは、一つのジョブだけをキャンセルしたいということでしたら、エクスクライブデルキャンセルで、実行したいジョブの名前だけを指定してキャンセルということができて、で、プログラムやスキプトに必要な修正を加えて再実行することで、キャンセルしたジョブのみが実行すると、実行されるということができます。で、今、たくさん、例えば今20個ぐらい、ジョブを実行したんですけれども、その一部だけ終わりたいと、やり直したいということでしたら、ちょっと今、すべて終わっていないんですが、例えばですね、フィニッシュのやつなのかな。はい。例えば、もうこのジョブは終わってるんですが、たくさん実行したジョブのうち、これだけやり直したいということでしたら、このジョブに対してだけ、キャンセルをかけてやりまして、もう一回やり直すと。スクリプト自体何も書き換えずにやり直すと、今、キャンセルしたジョブだけやり直すということができます。まあ、これがまあ割と便利かもしれないということですね。はい。で、あと、ここでも正規表現を扱いますので、例えば、ニュープロセスの実行だけをすべてやり直したいっていうパターンでしたら、すべてが終わった後に、例えば、P2 が含まれるジョブだけをキャンセルして、同じスクリプトを再実行すると、ニュープロセスのジョブだけ再実行するということができます。はい。で、あとは、まあ、いろんなちょっと周辺知識ですが、実演している中にもいくつか試したんですけれども、エクスクライプト実行中にコントロール C を押したりとかですね、あるいはスパコンとの SSH 接続が切れるということが、まあ、まあ、あると思いますが、まあ、それをやるともちろんスクリプトの実行は止まりますが、投入済みのジョブ、
要するにスパコンにやってって言ったジョブはもうそのまま実行される状況になってますので、まあ、それはもう裏で実行してくれますので、まあ、そこはご安心くださいということです。で、まあ、ただもうそこから新たなジョブは投入されない状態になってしまっていますので、まあ、それをやりたい場合はもう一回スパコンに入ってもらって、あ、まあ、接続が切れた場合はもう一回入ってもらって、同じスクリプトを実行してもらえれば、まあ、何事もなかったかのように、たくさんジョブを実行するという処理の再開ができます。まあ、例えば今裏でこんな感じで動いているわけですけれども、まあ、あのコントロール C で止めてしまいました、まあ、あるいは何ならここでログアウトしてしまいましたみたいな場合ですね、まあ、こんな場合も慌てずにファイルログインしていただいて、同じディレクトリにいただいて、同じコマンドを実行いただけで、はい、あの続きからやるということができます。まあ、なので、この意味でもたくさんジョブを投げるときでも安心みたいな、あのそういう状態になっています。で、まあ、ただ、あと、とはいえ、まあ、先ほど申し上げたように、新しいジョブを実行する処理っていうのは、コントロール C とかログアウトした時点で止まってしまいますので、そういったことも含めて、そのままほっときたいという場合ですね。例えば、まあ、新幹線の中で SSH 入って、ジョブをたくさん投げている途中に、まあ、新幹線が東京に着いたとかっていう場合ですね。あのそういう場合は、セッションを残したまま接続だけ切るということをできる、まあ、スクリーンコマンドというのがありますので、まあ、それを使っていただくのが大変おすすめになっています。で、まあ、スクリーンコマンド、まあ、すでにご存知の方は、あの百も承知、そういうことは百も承知だと思うんですが、あ、もしこのスクリーンコマンドというのをもしご存知じゃない場合は、これは別にスパコンに限らずかなり便利なコマンドですので、あの一回グニュースクリーンとかで Google していただいて調べていただければと思います。で、まあ、具体的にはあの、こんな感じで、ジョブの実行をするんですが、今これ実際スクリーン上で動いていますので、コントロールで、ね、これで一回スクリーンを切ってです、ね、まあ、これで一回ウィンドウなんか閉じてしまったりなんかしてもですね、もう一回接続してスクリーンコマンドで復活すると、おっと。できなくなってしまった。はい、これじゃない。はい、あ、すいません、ちょっと今トラブル買いましたが、まあ、何も慌てずに一回ウィンドウ閉じてしまってもですね、あのこういう感じでさっきログインしていたセッションを復活するということができますということです。まあ、こういうスクリーンってこういうコマンドですので、もしご存知じゃない方は、スパコンの話はさておいて、覚えておいていただけると便利かと思います。で、そろそろ時間かな、あと5分ぐらい大丈夫でしたっけ。はい、あと5分ぐらい大丈夫だと思いますので、あと先ほどまで実演していた中で、あのジョブの状態がイニシャライズだとかプリペアだとか、 あるいはダンとかフィニッシュだとか言ってるんですけども、あの、まあ、それが何だという話の説明がこのスライドに書いてあります。まああまり深く意識していただく必要はないんですけれども、まあ、基本的にこの9度っていうのが現れたら、まあ、無事にジョブが、スパコンに投入されましたと思っていただいて結構です。で、デバンランニングになったらもうあのジョブが実行されていますっていう状態で、で、ダンになっていたらとにかくジョブとしては終わったみたいな感じです。で、エクスクライプト的な後処理っていうのが、ジョブが終わった後でエクスクライプトとしてちょっと後処理をして終わると、あの本当にジョブが終わったという感じで認識しますので、それが含めて、終わったというのがフィニッシュという、まあ、そういった定義になっています。で、今は、起こらなかったんですけども、もし、ジョブが異常終了した場合ですね、あの外から消されたとか、あるいはあのノード異常で、ジョブが中断された場合はアボーティッドという表示になります。
で、アボジットになったジョブは、これ終わっていませんので、もう一回 Xscript の、プロセスを、スクリプトを実行していただくと、アボーティットのジョブはやり直しということになります。まあ、なので、最初の方にもご紹介しましたが、例えばさっきみたいに20個ジョブを投げて、1個だけがノード以上で終わったみたいな場合ですね。まあ、そういう場合は、もう一回 Xscript の、スクリプトを実行していただくと、アボーティットのジョブだけ再実行してくれるということができます。もうスクリプトを再実行するだけでそういったことができます。いうものです。はい。で、あとはですね、これはいっか。まあ、ちょっとプリペアサウミットシンクとは何ですかみたいな話です。はい。これまでのスクリプトで、すべてですね、最後にプリペアサウミットシンクという関数を実行していたんですが、で、これは実は、プリペアやってサウミットやって進行するという、そういった意味でして、で、サウミットでジョブを投入するんですが、で、シンクっていうのもまあ同時にやって、終了を待つということも、ジョブを準備して、投入して、ジョブの終了を待つというのが、まあ、プリペアサウミットシンクの意味なんですが、まあ、場合によっては、プリペアサウミットだけやって、後でごちゃごちゃやってからシンクをやりたいということが、まあ、そういったケースがあると思います。でそういった場合は、まずプリペアサウミットテンプレートって書いてあって、まあ、最後にシンクテンプレートって書いてあると、まあ、そういった裏で何かやるという処理もできますという仕組みになっていますよというご紹介です。はい。ちょっともう時間なので、あんまりちょっとこの辺はあまり、細かくはやらずにおきたいと思います。さっきの、リミットミとか、サンドボックスという新しくディレクトリを一個一個追加するみたいなやつを拡張モジュールという仕組みで提供しているんですけれども、まあ、そういった拡張モジュールは自分で作っていただくこともできますし、まあ、他にも組み込みというか最初から用意されている拡張モジュールもありますよという紹介です。で例えば代表的な例としてはディペンデンシーモジュールというのがありまして、このジョブはこのジョブとこのジョブが終わってからでないと実行できないみたいなことを書きたければ、まあ、こういったことを書けるようになっているというのも拡張モジュールの機能として提供されていますという、まあ、ものです。はい。であと、リミットモジュールの実装はこうなっていますという話で、まあ、ちょっともういいと思いますので、スキップ、まあ、もしご興味あることはご参照くださいぐらい、とどめておきたいと思います。で、あと、もうちょっとスクリプト的に書きたいというご要望のために、スクリプトの一部としてジョブを実行すると、パールスクリプトの一部としてジョブを実行するという機能が備わって、まあ、そういう書き方を提供していまして、で、まあ、これはなんか普通のパールスクリプトっぽい書き方になっているんですけれども、まあ、要するに for each でループを回すんで、で、システムという、まあ、システムってここのコマンドラインを実行してくださいっていうパールの関数なんですけども、で、まあ、要するに0からこれを1000回回すと。いう for each になってるんですけども、で、このブロックをスポーンっていうので囲ってやることで、この部分をジョブで実行してくださいと、スパコンで実行してくださいという、まあ、こういった書き方もできます。で、これはなんか並列言語とかに慣れてる人は、いわゆる普通の並列言語とかに慣れてる方は、これの方が分かりやすいかもしれませんということで、こういった書き方も提供されていますので、まあ、もしこっちの方が、なんか見た目的に好きだという方は、こちらをお使いいただくことも可能です。ということになってます。はい。で、もう、すみません。もう本当に時間過ぎてますね。で、あと、最新版を手動インストールされたい場合は、まあ、こんな感じで GitHub から取ってきて、やればできますというご紹介です。はい。で、あと、最後に、OBCX 以外の、システムでお使いになりたい場合です。で、まあ、最初にご紹介したように、ウィステリアではもうインストールされているので、同じように、まあ、今回の実習と同じような手順でお使いいただくことができるんですけれども、それ以外のシステムでは、設定ファイルが
もう書いてあるというシステム、例えば教材とかのシステムではインストール作業だけをしていただくことでお使いいただくことができます。で、設定ファイルを、我々が用意していないシステムですねは、自分で設定ファイルを書いていただく必要があるんですけれども、まあ、それはそんなに難しくなくてですね、要するに QSUB とか要するにジョブを投げるコマンドが何であるかで、それがどういう出力になっているかで、そのシステムにおいてプロセス数とか CPU 数とかを指定するにはどういうふうに書けばいいかみたいなものを定義する、設定ファイルをちょこちょこと書いてやれば、できるようになっています。で、まあ、その設定ファイルの例とかっていうのはさっきの GitHub から落としたソースコードの中にありますので、まあ、それを書き換えていただければ、お使いいただくこと、お使いいただくことはできますが、もし東大以外のシステムで、このスパコンで使いたいとかっていうご要望があれば、まあ、可能な限りこちらでご対応いたしますので、まあ、ご相談いただければと思います。まあ、利用マニュアルぐらいがあれば、まあ、数日あれば作ることができると思いますので、まあ、それぐらいの、もしそういうご要望があれば、お申し、おっしゃってください。はい。では、これで話は終わりたいと思います。あと、こんな感じで進めればできますよというご紹介なんですけれども、Slack の方にですね、Slack の方に、ログインした後もこのコマンドを実行してくださいという、コマンドの列を貼り付けましたので、それに従ってやっていただければと思います。まあ、まあ、それとほぼ同じことが書いてありますので、まあ、ここではもうスキップしていただきたい、はい、スキップしていただきたいと、スキップさせていただきたいと思います。はい。はい、ということで、まあ、これが最後のスライドでありまして、まとめとして、Xscript の基本的な利用方法を、まあ、実習により、まあ、これから体験していただくんですけども、ご紹介させていただきました。こんな感じで、たくさんのジョブを投げるということが、まあ、お手軽にできますので、まあ、そういったことをされたい場合は、ぜひ一度お試しください。で、これ以上に、このジョブが終わってから、このジョブをやりたいとか、そういったこともできるようになっていますので、まあ、もしご興味の、持っていただいた方は、他のサンプルスクリプトであるとか、マニュアルをご参照の上、お試しください。まあ、もちろん、質問していただければ、お答えをいたします。はい。ということで、そうですね、トークとしては、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。はい、河合先生にお渡ししてるんです。はい。はい。なんか質問等大丈夫ですかね？ありませんか？あ、そうです。すいません。はい。じゃあ質問と、まあ、この後、実習の方に入っていきますので、何か質問とございましたら、そちらで、していただいてももちろん大丈夫です。で、はい、もちろん私は、4時半ぐらいまでは待機しておりますので、はい、はい、はい。はい、よろしくお願いします。はい、4時半まで、はい、その通り、実習質問になっておりますので、4時半まで、みんな、2人ともおりますので、実習していただいてですね、何か、質問とございましたら、その時にご質問いただければと、気づいた時にご質問いただければと思います。で、すみません、先ほどご質問いただいた件がありまして、ちょっと、いや、ですね、共有を上からしてもいいですかね。はい、ありがとうございます。すみません、先ほどの共有の件、すみません、質問の件だけ。答えさせていただきたいと思います。先ほど先生、LDA って何ですかって聞いていただけなんですけども、それちょっと忘れてたんですけども、ですね、ラバックでですね、行列スペクトル積、あるいはな、連中解くってなった時にですね、行列全体ではなくてですね、部分行列を持ってきて、その部分行列だけでですね、連中解くっていうパターンも確かに結構あり得ます。で、そういう風になった時に、まあ、例えばその、A ダッシュっていう全体がに対して、この部分行列 A だけを持ってきて、これを使って解くっていうパターンが想定されてます。LDA っていうのは。で、そうなった時にですね、この A が N か N になっているわけなんですけども、それに対してですね、A ダッシュってもっと大きいので、その A に対して、A ダッシュに対して渡した時に、その、この大きい方の、縦の大きさ、C でも一緒か、縦の大きさっていうのを、渡すのは LDA ですね。そうするとですね、A の例えば1、2、
1個横の要素ですね、を見るときにはですね、あの LD で飛ば、11から LD で飛ばせば次の要素に行けるので、まあ、部分行列も計算できますよということでした。はい、すみません。先ほどご質問いただいた件に関しては、これが答えなんですけど、大丈夫ですかね、これで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すみませんでした。ありがとうございます。はい。じゃあ、これで、先ほど質問件終わりということで、はい。じゃあ、これから実習の方をやっていただいてですね、何かございましたら、遠慮なくご発言いただければと思います。はい。じゃあ、よろしくお願いいたします。